지금 디아블로 4 발매해가지고 많은 사람들이 하드코어 1000명 순서대로 이제 이름을 새겨준다는 것 때문에 계속 바짝 열심히 하고 있는 것처럼요. 신작 나오면은 초반에 바짝 하는 사람들 많긴 하지만은 또 이제 시간 지나면은 다음에 나올 게임 기다리면서 쉬고 있는 거죠. その後ろからはリーピングキャロル、この馬も上がっていく構えです。エクセルアピーリング後方からの競馬、それでは先頭から先手を取ったのはスピナーキープ、ユーピットキャンベル、すぐ後ろ、これに続くのがグリーンシェルカッター、すぐ後ろにキャリコークイン。徐々に하면서시청자도계속늘고그런식으로스노우볼불러가듯이늘어나면좋겠어요。이런장르좋아하시는분들、위닝포스트시리즈좋아하시는분들、방송즐겨보시는분들、이때가가속타이밍이라는거지。세번째슈퍼채팅2000원감사합니다。돈줄내준다라돈줄내준다하고돈줄내그돈하고합성어요。어강화를획득했네。아네번째슈퍼채팅2000원이요。소매넣기한남자님슈퍼채팅2000감사합니다。A 소매집어넣기。그표현은언제부터쓰이기시작했던걸까요？소매집어넣기。뭐라뭔가블러를켜도바닥에풀들이뭔가이전상황처럼보이는데。플스5판그래픽조정한건가？몇번업데이트하면서설마바닥에풀을제거해가지고퍼포먼스를향상시켰나？JJ ザジェットプレン、カレンちゃん、2頭の追い比べ、カレンちゃん、追いすがる、JJ ザジェットプレン、先頭、残り 200m を通過して、いや、カレンちゃん、追い上げてきた、カレンちゃん、抜けた、2番手は JJ ザジェットプレン、先頭はカレンちゃん、1着でゴール、2着は JJ ザジェットプレン、3着にアステロイドインフィニティ、世界の強豪を破りました、カレンちゃん、現地でも大きな歓声が上がっています。여왕굴림도획득했고요。이거는친화특성이죠。카렌짱의홍콩상관거의유력해진모양인데。ベービングクリエイター先頭、防戦場だ先頭、引き離しにかかる。정말이샨티는샨팅경마장은잔디가 너무차이나지않아요？도쿄하고도쿄교토하고너무차이나요？이거先頭です。このまま押し切るか。カリフォルニアメモリー完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はカリフォルニアメモリー。그래도이케조에는チートショーを여친으로삼기에는きちいでしょ。海外の大舞台で堂々勝利、圧巻の走りを見せてくれました。大きく離れました。オールサイレント、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キャッチミー&トゥルー先頭、カレンちゃん先頭、引き離しにかかる。いやー、イーストン懸命に追いすがります。キャッチミー&トゥルー上がってきた、ここからが勝負だ。200を切った。後続はまだ後ろ、カレンちゃん先頭です。단거리에서대차。2番手はグロリアスデイズ、カレンちゃん独走、カレンちゃんぶっちぎりです。2着はグロリアスデイズ、3着にリトルブリッジ、海外の強豪を相手に見事な勝利。カレンちゃん、その強さはまさにワールドクラスです。
짱 스피드도 A 됐네요. 오늘의 스마트 팔권은 단승 10.5배 5번 인기 타케요 타카기수가 타고 있는 거야? 아커를 스마트 팔콘에게 찍어두도록 하죠. 제가 整いました. 스타트 しました. 세인크리무즌 고 스타트를 切りました. 기레이나 스타트를 切りました. 마이에 이크노가 세인크리무즌 これに 続くのが 러브미짱 초반에 스타트하고 너무 세인크리무즌 その 後ろからは 러브미짱 並んで 4番 바디 その 外から 체력을 좀 소모한 것 같은데 오이를 뭐라고 해야 되지 우리나라에서 말을 너무 밀어댄 것 같은데요, 러브미짱. 대쇼제트. それに続きます。後方に控える形でベスタマッタ。その外にレーシングリング。 次には 3大ズバッカス。ピンクの帽子。ウィールドルージュ。その後ろ。しんがりに。 베스타마타는 좀 가운데에 껴 있네요. 빠져 나올 수 있나? 4번 스마트 할코. 2번대와 라브미짱. 브리오소. 3번대. 자, 결착을 つける 時だ. 스마트 할코. 先頭. 어, 이대로 스마트 할코 우승인가? 하지만 뒤에서 테스타마타 스마트 팔콘 오른쪽에 러브미짱 스마트 팔콘 잡을 것인가? 잡았네요. 라이벌 동시 마사니 이지도 이지노 붙카리아이でした. 이 일전을 制したのは 테스타마타. 럭키 세븐이네. 7번 베이데드 브레스. 자, 모조코 이끌어내시테이크. 2번대와 베이데드 브레스. 아이다와 하산데 메론 시나몬. 3번대. 아이 직성경 맞았나 보다. 고속모 올려게테이키마스. 자, 선도와 카렌자. 하다르테 베이데드 브레스. 200을 킨다. 일본과 세계 1도 붙카리아이다. 고속와 오키크 하나레타. 직성경 맞은 드라마틱에서 앞에 나가 있는 말을 안 잡나 봐요. 카렌짱을 중심으로 안 잡네. 카렌짱 미모토라 쇼리です. 해외의 우마니모 히케오 토라나이 소노 지출력을 이칸나쿠 하키시테 그레마시타. 아, 그러고 보니까 얘 시마쿠라 유야. 두바이 시마 클래식이지. 거기서 따온 이름이죠. 갑자기 얘 작성 목표가 왜 나오는가 했네. 메이단 경마장에서 치러지는 레이스를 1승한다. 그리고 두바이 시마 클래식에서 승리. 시카시 고속과 승우 시로 시농이 기레르카 오센조다. 외고타야와 아르카나이 슈리스 데제그르 센토 노코리 200m 오센조다 센토다. 2번 대와 슈리스 데제그르 환경변화까지 가지고 있어서 그런가. 오센조다 強い 強い 오센조다 압쇼 골인 2차크와 슈리스 데제그르 3. 컨디션이 조금 불안한데요? 고치다 도바이의 메이단 競馬場から 국제 중상 경선을 伝えします. 이요이요 発送です. 이것도 직선인가? 토토르 카렌토. これは 고 스타트. 솔리드 카크텔. この馬も 고 스타트를 切りました. 다시요 飛び出して 솔리드 카크텔. 하나니 카메라 구도 보니까 직선 맞는 것 같은데요. 카렌토. この馬も 上がっていく 構えです. さらには 카렌짱 16番 ファースト クラブ. その後ろ 先手を 取ったのは 솔리드 카크텔. 카렌짱 직진을 못하고 있네. 곧바로 나가고 있는 애들에 비해서 거리에 손해 보고 있어요. 뭔가 메이케이엘처럼 왔다 갔다 거리는 모습이. 이대로 홍콩 단거리 3관 유명한 말인가 보더라고요. 말달에서 에어그루브가 케이트난 달고 나오는 고르시 시나리오가 있잖아요. 그게 룰러십
대역으로 뜨는 거. 이 두바이 시마 클래식이 지금 사용하고 있는 비서 시마쿠라 유아의 이름을 따온 거죠. 정확히는 반대로 설명이구나. 시마쿠라 유아의 이름을 처음 이 두바이 시마 클래식에서 따온 거죠. 로데오요? 걔도 섰어요? KT에서? 그래서 고르시하고 같이 엮이는 건가? 한약도 교출되고 올해 고르시가 데뷔를 하는 거니까 고마 시즌 때 만나겠네요. 그 외에 로스트 스페셜, 흰색 바지, 위시 뉴트로, 그 외에 스노우 페어리, 그 외에 이어집니다. 그래도 걔는 로데오하고 3차기예요. 1000m를 통과했습니다. 여기까지 거의 평균 페이스입니다. 고르시는 완전히 망해버렸는데 그래가지고 골이 난 다음에 조교사가 보이니까 시선을 피하는 모습이 카메라에 잡혔었죠. 마치 강아지들이 자기가 뭔가 사고 저지르고 나면은 주인의 눈을 피하는 것처럼. 후생조단 너무 바깥쪽에서 멀리 있지 않나? 따라 잡았네. 어, 블랙 캐비어다. 그린 버디하고 블랙 캐비어. 그냥 엔틀러? 경제 경마를 하고 있긴 한데 바깥쪽에서 튀어나온 저 14번 그리고 안쪽에서 튀어나온 애들 이제 가서 가는데요. 이걸 지네. 사실 조교 한번 써보죠. 오이쿠며 답이었나? 공안이는 오이쿠며가 답이었네? 카렌짱 미고토 홍콩 단결이 3관 달성. その 스피드で 하루노 홍콩 스프린트 카이오 석권しました. G1의 오부타이. 판마 코노 마오 1번 인기니 지지しました. 로드 카나로아. 용왕이다. 자, 적선에 入りました. これからの 勝負. ここで 先頭に 立った. 로드 카나로아. 후속을 引き離しに かかる. 스위프 완다. 懸命に 追いすがります. 하지만 드라마틱 카메라가 잡아주는 건 아래 페가수스. 잠깐 뭐야, 스위폰도 갑자기 실속을 얘 1600m 못 뛰나? 일본 더비보다 홍콩 3관을 우선해버렸어요, 타키 오타카가. さあ、いよいよ無敗の皐月賞馬が堂々の登場です。
倒的な支持を受けて無傷で2冠を制するのかオルフェーブル。2番手はスマートロビン。ハンネル밖에못쓰겠네요이게판넬ベルシャザール。あ、금색에서야시スマートロビン外からベルシャザール。ここで先頭に立ったベルシャザール。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。이앞에오르페보가멀리도망치고있는데상관은거의확정이구만2着は부인바리아시온3着にダノンバラードオルフェーブル見事2冠達成。夢の3冠に向けてその伝説は秋の京都へと続きます。드림전이슬슬경주수명다했나보다못올라온다어잠깐뭐야 경주수명다했다고말하니까갑자기철키튀어나온다고아니드림전이カレンちゃん先手を取りました。リトルブリッジそのうちに続いています。その外からアルーリタンディカッケル너무열심히돌린거아니에요이거その外にウエストロンド。これに続くのがブランカジョー。これに続いてスペアメッセージ。残りあと 400m 잠깐저거뭐야10번로켓맨이란이름이신경쓰였는데이번엔로켓맨상대로오이코미로도전해보죠어차피직선이니까선행도주뭐그런거줄라이컵こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。ニューマーケット여기레이스장은왜이래これはいいスタートを切りました。コニャックアントラー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクリークベッド花に立ちます。その後ろからはシンデレラピック。この馬も上がっていく構えです。さらにはリトルブリッジ15番レイザーエリート。その後ろクリークベッド先手を取りました。무슨탁발처럼생겼어そのうちに続いています。その後ろからはロケットマン。さあ先頭はコニャックアントラー。クリークベッドほとんど差がありません。カレンちゃんぐんぐんと進出。로켓맨은어디있지지금바로옆에서달리고있는가오이코미가마지막스퍼트를할때여기까지올라와있다는것은이겨야되는건데오이코미여가지고있겠다이거진짜강철의심장아 진짜강철의의지가 정말강철의의지가붙어버렸는데요 철의의지가 호화상의나카야마페스타쟤도이번에대선문상노리고있나본데외국인사진들은뭔가좀일본쪽사진보다더해상도가높은것같아요외국인관객들은나카야마페스타기압이떨어졌어아마토바조교사해외원정현지5위해외원정에서만스피드를올린다지금개선문상앞두고이겨보라고지금빡던지고있는것같아나카야마페스타저거불안한데 세계최고峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞まもなく発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ
바깥쪽이 왔어요. 나니가 하나 오기는 데 쇼카. 아, 많이 있기 そうです. 메이카바도 それ についています. さらには 소유 싱크 5번 베이무앤드 글로리. その後ろ. 아, 선택을 取りました. 고센 조단 고의에 つけます. 위치からは 소레미아. 고센 조단의 게이트가 좀 안쪽이었으면 했다. その後ろ. その外に ジャーマス ウィフト. 少し 離れて 시빌 론디. 続いています. 並んで 15번 캐롤 우드 아마. 아니, 시작부터 너무 빨리 나오는 거 아니야? 続いています. 카카린가? 왜 갑자기 도조 에콘 같은 짓을 하고 있냐고. 잡힐 것 같은데 이 정도 버리면. 소유 싱크 센터 니콜라스 아비 すぐ 後ろ 並んで 10번 그루브 올데이 すぐ 後ろに 메이카바도 자 센터와 이젠 として 17번 고센 조단 2번대와 운명의 직선 운도 아마나 자 마지막 직선 오픈 스트레치 오메르 공고다 일본과 세계 일도 부츠카리아이다 고센 조단 센터 2마신から 3마신의 리드 캐롤드 아마나 必死に 追います. 이 차는 어떻게 끝날까? 이기나? 이걸? 도센 조던 개성 문상 첫 번째 도전에서 이겨버리는 거야? 다시는 갸루를 무시하지 마라. 도센 조던, 일본 조교바가 해외의 대무대에 堂々 승리, 압권의 하시리를 見せてくれました. 엔딩을 봐버렸는데? 이 기세를 타가지고 다음은 브리더즈컵에 도전해보고 싶다. 본인의 서라면은 선행으로도 이길 수 있지. 로드 카나로아도 이겼네. 로드 카나로아 3着に 로켓도마 これが 最強 女王だ 카렌짱. 여기 오스트라리아의 로얄 란드위크 競馬場で 行われるのは 芝の 세계 最高 賞金額を 誇る 빅 레이스. さ スプリンターの 頂点の 座を かけて ジ エベレスト 間もなく 発走です. スタートしました. 各馬 まずまずの スタート. 争い 何が 行くでしょうか? ヘルメット 前に 行きそうです. リトルブリッジ それに 続いています. マルシャンドール どうやら 後方からの 競馬 前に 戻りましょう. JJザジェットプレーム 先手を 取りました. その 隣に リトルブリッジ その 外に ヘルメット 並んで G1 3勝 コニャックアントラー これに 続くのが キングズゲートネイティブ バッファリング 上がっていきました. その 外から アウズポッテリア その 後ろに セイクリッドキングダム ブラックキャビア その 内に 続いています. カレンちゃん ブリッジ. さあ JJ ザジェットプレーン一気に来た。リトルブリッジ先頭、外からカレンちゃん先頭、残り 200m カレンちゃん伸びてきた。2番手はリトルブリッジ、カレンちゃん差を広げる。カレンちゃん선행만때모이코미로할때도쉽게이기네。圧勝ゴールイン。2着は JJ ザジェットプレーン。오롯이데뷔전이네요。インコース가죠。京都競馬場本日の第4レースの発走です。スタートしました。ベルズ八郎、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてベルズ八郎行きました。クリスタルデボン先手を取りました。その後ろからはエアキッチン、これに続くのがザッツザシェリー、後ろからの競馬になりました。ゴールドシップ鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。桜バリュー、それに続いています。しんがりからエンマグラー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。1番クリスタルデボン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてエアキッチン、並んで栗色の馬体ザッツザシェービー。ここまでほぼ平均ペース。コースぎなんで선행으로가는거맞아。さあ先頭は追い込みんだよ今。1番クリスタルデボン、クリスタルデボン後続を引き離す。
2番手はエアキッチンザッツザシェービー、3番手ゴールドシップ、最内をぴったりと進んでいます。ゴールドシップ、これはいい位置につけています。いいインコース専用メンテンガボネ、追い上げにかかります。さあ先頭はゴールドシップ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ゴールドシップ先頭、後続は大きく離れました。ケンナブラー必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 ゴールドシップ完全に独走。2番手はテンマブラー、ゴールドシップ独走、ゴールドシップぶっちぎりです。2着はテンマブラー、3着にベルズ8号、これは桁外れの強さだ。ゴールドシップ新馬전대차스피드능력은두살짜리말들중에서도톱클래스골드십이라면더비를이길수있다그렇게골드십레이스평가별5개直線コースに入りました。日米王者の争いだ。ここで先頭変わりました。先頭はリトルマイク、残り 200m を通過して防線上段追い上げてきた。防線上段粘り込みを図ります。2番手はジオポンティ、防線上段、防線上段、1着、2着にはどうやらセントニコラスアビー、3着にジオポンティ、防線上段、なんと凱旋門賞に続きブリーダースカップターフも制覇。まさに芝の世界王者です。그러시나보르시아하고동기였구나先頭ビルシーナようやく上がってきた。ビルシーナ先頭、あと 200m、 先頭は変わってゴールドシップ、2番手はビルシーナ、後続は大きく離れた。ゴールドシップ圧勝、今ゴール。2着はペンマインドラ、3着にツイスターディープ、오프트레이안전적으로나갈수있겠네골드십프미고토데스어규토에서강해지는데요미치오오자노아라소이다프리스키아토센토소토카라와카렌짱フリスキーアート先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ここで先頭はカレンちゃん、あと 200m、 後続を引き離しにかかります。あと100、 2番手はドリームアヘッド、カレンちゃん、この馬で決まりか。カレンちゃんまさに完勝、今ゴールイン。スプリントシリーズ、グローバルスプリントチャレンジよ。ボーナス상금9500万。リープブリランテ、意地を見せる。2番手はゴールドシップ、一気に足を伸ばす。ゴールドシップ抜き去った。先頭はゴールドシップ、1着でゴールイン、2着はビープブリランテ、3着にフェノーメノ。オルフェブルへ池上へが。さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの指示に応えたいところです。ドバイドイゲッコ、ケソムンドイゲッコ、この馬が今日の2番人気です。その走りに注目が集まります。ドリームジャーニー、場内に響き渡るこの大歓声をお聞きください。池上へを복지할수없어가지고드레이크라는기수가대신타고있는オルフェブル。制してしまうのかオルフェブル。いよいよ今年の G1 も終わりが近づいてきました。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のアドマイヤラクティ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。タキマ揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。アーネストリー前に行きそうです。ロフェブルのスキル안뜨는건가。続いていますオルフェーブル、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアーネストリー、その外からガノンバラード、その後ろにアドマイヤコスモス、
好位置をキープしています。高専上段レーシングフラッシュすぐ後ろ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。プラスマックイーン、その前に進出並んで16番アドマイヤラクティ、大きく離れましたホエールキャプチャー、その隣にブエナビスタ、すぐ隣にトゥーザグローリー、この位置にダークシャドウ、黒の帽子ビクトワールピサ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。隣にはベルーサ、その外にドリームジャーニー、並んで12番オルフェーブル、内からはドゥーラーシップ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭に戻りましょう。10番ガノンバラード、一気に先頭に立ちました。その後ろにグラスマックイーン、並んで16番アドマイヤラクティ、そして大きく離れてアーネストリー、クラスメッキーの途中はロッティゴイコ、10番ガノンバラード、まだ粘っています。7番に当選上段にやっちゃう、アドマイヤラクティ3番手当選上段、まだ来ない、この辺りで後続が1位の괜찮ね。さあ先頭は13番ゴルフェブルハゴ、当選上段のバー、いざ勝負の時母品三冠馬同士の争い、有利やねな、当然オルフェブルが追い込みにかと有利やじゃんな。さあ先頭は今度は当選上段、2番手はリフトワールピサ、当選上段当選上段、オルフェブル池ジョエが아니라서スポットタイミングを놓쳤네요。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇、当選上段。정말이케조에가타고좋은성적을거뒀던말들은이케조에야만이케조에여야만제성능을발휘하는건가사실상이토센조던의승리에기여한숨은공로자는드림전이이케조에를뺏어왔으니까오르페브레에게서연도대표만한토센조던의외로오르페브르도꽤많네요카렌짱도72표개선문못땄다면아마오르페브르가연도대표만아니었을지하여튼여기서한반절정도는은퇴시키고내년을대비해야겠어요그러면오늘은이만여기서스트리밍종료하도록하겠습니다1년동안진행